おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は12月の26日の火曜日になります。お題がこちら。焦るな危険。新ニーサの2024年投資戦略ということで話をしていきたいなというふうに思います。この新ニーサがね、もう少しで始まっていきますけども、あくまでも今日はね、個人的に考える2024年からの新 NISA の投資戦略ということで考えていきたいと思うんですね。で、僕自身はですね、そんなに焦らず行きたいなーなんていうふうに思ったので、まあこんな言葉を使ったのと、結構ニーサに関してはね、 もう急いで枠を埋めた方がいいぞみたいなね。まあ、そんな話も飛び交ってはおりますので、まあ、そこについてですね、僕自身で考える部分をお話ししてみたいなと。僕ももう一回考え直してみたいなという話でございます。ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の情報を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず前は7時目標で更新をしております。なるべく耳だけで聞いても分かるような形で、なるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきます。ぜひチャンネル登録をお待ちしております。ちなみに今日はこちらの長女が起きて ておりましてちょっと後ろでガサガサしてるかもしれませんがよろしくお願いしますではアメリカ市場等お休みなんですけども簡単に日本市場の振り返りだけでも入れておきましょう昨日の日経平均株価はプラスで推移したんですが日本市場としては高安まちまちで,でほぼより点になってしまいまして陰線をつけてという形でしたちょ,っとちょっとチャート分析やっていきたいんですけども商いが少ないっていうのはあるんですけどもねやっぱちょっと上値が重たいかなという形とあとは昨日ご紹介しました海運株が大きく下がりました これはね、見通しが変わったということですね。あの、欧州大手の海運業の会社がですね、えー、運行を停止していたんですけども、運行再開の見通しみたいなニュースが流れたら、ポーンと下がったということでございます。アメリカ市場なんですけども、こちらは22日になってますので、今日クリスマス休暇でお休みなんですね。動いていないという形になります。一応、先物を見るとプラスで動いてる感じなんですかね。で、欧州株もお休みの市場がほとんどかなというふうには思います。で、日経先物を見ると、マイナスの 34円という,ふうになってますがちょっとフラットに考えておきましょう。為替は動いてますよね。142円の35銭、えー。原油は、これは動いてないのかな。債券もお休みですね。ラッセルソックスもお休みなんですけども、日経先物どう動くか、今日改めて見ていきましょう。暗号資産は今日はね、非常に上がってるものが多いですね。それでは見ていきましょう。あくまでも個人的に考える2024年からの新ニ i 投資戦略ということで話をしていきます。もう間もなく新 NISA が始まりますね。 積立投資枠、成長投資枠、枠がいくらか、そして無期限や高級化、ね 限度額それぞれ皆さん理解されているでしょうかどんな投資戦略を考えてらっしゃいますかあくまでも自分が今考える投資戦略ということで今日は聞いていただきたいなというふうに思いますで3つの方針ということでまずご紹介したいんですが1つ目は僕は iDeCo を優先しますというところ2つ目は積み立て投資は月10万円でやっていきますっていうところ3つ目は成長投資枠後輩投か一括外か悩んでますっていうねそんな感じだと思ってみていただきたいな なと思いますで一つ注意していただきたい点「焦るな危険」っていうふうに表現をしたのは何か SNS 等を見てると1800万円トータルで枠がありますが最速5年で埋められるんですけども最速で埋めろとか毎月30万円積み立て投資できれば5年で埋まるから毎月30万円用意しろみたいなねそういうふうに言われるそういう声が多いように思うんですがそれが全てじゃないなと そこに焦らないでほしいななんていうふうに思ったし自分の投資判断にも影響しないように自分でねもう一回考え直しているっていう状況になります、えー、最速で埋められる人っていうのはもうすでに投資経験があったりある程度資産を持っていたりある程度の収入があるから月30万とか5年で1800万とか用意ができるわけですよねでもここに同じ基準に合わせる必要はないんじゃないかなというふうに思うんです仮に月30万円を頑張って投資に回したら生活水準が崩れて てしまうみたいになってしまうとなんかもったいないなって感じはしますしねもちろんねここはちょっと節約してでも最低限の生活習準は維持する必要はあると思うんですけどもできる範囲でいいんじゃないかなというふうに思うんですその上でなるべく節約とか節税とかで現在のお金を少しでも残してその上で NISA、まあ、みたいな非課税みたいな恩恵を使って将来の資産をなるべく増やしていこうみたいなね新 NISA の早く埋めろっていうことの前にこういうことを考えておくでもし早く 埋められてもこれができるんだったらいいんじゃないっていうふうには思いますけどもねまあ、そこは自分にとってもよく考えてみたいところだったなというふうに思いました実際にまあ家計で節約できた分を投資に割り当てたりとか節税できた分を投資に割り当てていこうっていうことだったのでまあまずはイデコを優先で まあ所得控除による節税対策を行ってでそれを積み立て投資枠と成長投資枠まあ合計すれば枠が増えてますからねそこを併用した上でいろいろ投資の戦略を改めて考えていきたいなって形ですイデコの概要としてはこんな形ですイデコに投資しても運用益は非課税になります で同じように投資商品を選べますから、同じ分のメリットはね、金額は違えど得られるわけですよね。で、それでいて、掛け金が全額所得控除になるので、まあ、今年の税金が変わってくるってことなんですね。金額は新入産に比べるとちっちゃいかもしれませんが、まあ、節税金額としては、まあ、決してちっちゃくはないんじゃないかなと思いますし、あとは会社員の方だとね、これ、なんか面倒くさそうだなって思うかもしれない。実際にちょっとね、新入産よりも時間がかかったりとか、確定申告必要なんじゃないっていうふうに思われる方もいらっしゃるんですが、 調べてみるとおそらく書類を1個会社に提出するだけで確定申告はいらない年末調整だけで済むようなので、まあ、そこでしっかりとまずは払う税金に目を向けて今年払う税金を少しでも少なくしてその少なくできた分がいくらかをちゃんと把握してそれは新ニーサの増えた枠に、ね、割り当てていけば、まあ、最終的にお金は増えていく可能性の方が高いんじゃないかなというふうに思っています。でではは、ね、積立投投資資枠枠月万円すし成長 240万ですよね。まあ、そんな風に考えていけばですね、まあ、どちらかに割り当てていけばいいんじゃないかなというふうに思うんですねで。先ほど3つの戦略の中で「イデコ」を優先しますっていう話をしまして「積立投資は月10万円」僕はやっていきます。で成長投資枠が年 240万っていうふうに表現をしたのは別に月に割る必要はないって思ったからなんですね成長投資枠を積み立て投資のように月20万円合計30万円投資をしていって年間の投資枠を全部使うという方法も一つだと思うんですが僕今回今考えているのは後輩投下部を買ったり一括買いを検討したりっていうところを検討していますで実際に積み立て投資か一括買いか、まあ、どっちでも正直いいなぁとは思ってはいるんですけども 実際には一括投資の方がリターンは大きくなるというデータはあるそうです。 ただ、そこまで大きな違いはないので、なんか、どっちがいいか考えるのめんどくさいなって方は、まあ、積み立て投資でできる範囲で金額を増やすっていうのもね、一つ有効な手段なんじゃないかなというふうには思います。ただ、まあ、先日の日経新聞で、配当金が増えてますっていうね、えー、そういうニュースがありました。背景には、東証フォローアップ会議で、なるべくこの PBR が1倍超えるように頑張ってくださいみたいな、そういう要請を出してることにより、配当金や、 や株主還元に強化するそういう企業が増えているっていうのはあると思うんですねだからここにはメリットがあるんじゃないかなというふうに思いましただから個別株の中で配当が今後増やせそうな 成長も維持できて、配当も増やせていけそうな、そんな企業がもし割安に買うことができるんであれば、そういった株のために成長投資枠を取っておきたいかな、なんていうふうに思ったりするんですけどもね。でも投資っていうのはなかなか、えー、その配当狙いで逆に値下がりのリスクを負わなきゃいけないみたいなこともあり得ますから、まあ、慎重にちょっとか考えていきたいなと思います。でででもも非課税保有期期期間間は無期限化化すししし口座開設期間も高級化されているのでなんか焦らず、ね、しっかりと投資して ていきたいですし年間240万円の枠っていうのはまあいつこの金額を買ってもいいわけですよね一括でボロンって買うのもありなのかなと思いますまた個別銘柄を探すのが難しいっていう場合には ETF っていうね選択肢もあるんじゃないかなというふうには思いますこれねネクストファンズっていうそのサイトの中で紹介されていてまあこういう選択肢も全然ありなのかなと思うんですが、まあ、個人的に気になるのはまあ信託報酬率が若干、えー、他のね投資信託に比べると高いかなといったところですね よく言われるのはね、全世界株式とか S&P500 に連動する投資信託ファンドみたいなものを僕もここに積み立て投資してますけども今のこの信託報酬率って0.1%とか0.1%弱なんですよね。に対して0.3%、0.5%っていうのは、まあ、ちょっと高く見えるかなっていうところなのでそこはちょっと気をつけていきたいなというふうに思いました。この後配投株部を探しつつどこかでこの後配投株部に一括投資するかもしれないしもしそれが見つからなかったらこの S&P 500や全世界株式を一。 かつで成長投資枠では購入するっていうのもありなのかなと思います。で、それを購入する時期がすごく大事なのかなというふうには思ってるんですが、まあ、どうせだったら、少しでも安いところで買いたいっていうのはね、まあ人間としての本能といいますか、まあそういうふうに思うんですけども、そんなの当てることはまず無理なので、まあせめて傾向に頼ろうということでね、いつい住友 DS アセットマネジメントが1929年から2022年までに出した月間の投落率を、まあそれぞれ順位を出してくれてるっていうものなんです で,す、ね、でよく聞く話ではあるんですがやっぱ秋口って結構下がりやすいというふうに言われてましてで9月っていうのは平均騰落率が全てでマイナスですしそして勝率の順位見ていただきたいんですが9月この3指数で全部ね 12位なんですね、まあ、つまり9月は傾向的には確実に下がりやすいということです。えー、来年の9月が絶対下がるとかそういう話ではないんですけども傾向の話ですよ。えー、なんで、まあ、9月のスポット買いみたいなのは、まあ、そこそこ確率が高いんだろうなって思いますし秋口買っておいてやはりこの辺の、ね、夏ぐらいに売ったらいいみたいな話はありますけども最終的にはま秋口に買う年を増やしていって で最終的にね、ある程度上がったところで利益確定できるような状態っていうのは、まあ、一つ検討すべきなんだろうな、なんていうふうに思いながら、成長投資枠は、まあま、あもうちょっと迷ってみたいなというふうに思っています。改めて新 NISA の注意点なんですけども、最速で枠を埋めた方が良いっていうのは確かにそうなんだけども、それよりも自分に合った金額に設定することが大事かなというふうにも思いました。そして NISA の恩恵っていうのは利益確定時のみだと思うんですね。長期投資を前提に置いてると思うので、 えー、イデコだとね今年のお金にも。 まあ所得控除という恩恵が得られるっていう点は違いなのかなというふうに思って僕はイデコをまず優先した上で同じ積立投資である非課税である n i s っていうものにその浮いたお金を回していきたいなというふうに思いますで一括投資も魅力なんですけども高配当とか狙ってみたいんですけどもねやっぱりまあ変動ボラティリティやあとは ETF にしてもコストが上昇することにも注目をして、まあ、慎重に投資先を選んでいこうということですねで改めて戦略をまとめてみるとまずはイデコ 優先して今年のお金を節約した分その分をニーサで運用したいなというふうに考えております積立投資枠月10万円はまそのまんま行きたいなというふうに思うんですけども、えー、成長投資枠に関しましては高配当を狙ってみたいがいいのがなければ9月頃に S&P500 が全世界株式を一括買いをする予定でおりますまた買えるかもしれませんし投資は自己責任ですのでまあ、皆さんも皆さんの意見で一番自分が納得できるものを選択してみるのはどうでしょうか それでは指数の売買戦略、冷やしのボリンジャーバンドプラスマック D を使って各指数を見ていきたいと思います。はい。えー、まずは日経平均株価になります。日経平均株価なんですが、昨日はほぼほぼ寄り付き天井で陰線をつけて下がってしまって、ザラ場の弱さが改めてなんか示された感じかなと思います。ただ、まあとしましては、ブラスですしね、転換線基準線の上にもいます。 スパンは越えられていなくマックデもゴールデンクロスが起こっているわけではないので、まあ、横ばい圏の中でまだ推移をしているということですね今日また、ね、アメリカ市場が動く前の日本株市場を見てそして今夜のアメリカ市場を見てどう動くかという形でしょうかトピックスに関しましてもほぼほぼ寄り付き天井陰線前日比では0.04%のプラス わずかっていう形ですよね。ちょうど雲がねじれているタイミングなので、まあ、大きな動きにはなってはいないんですけども、ひとまず雲のサポートが効きそうかっていう点をね。注目しながら見ていきたいと思います。グロース250指数です。昨日はマイナスで推移してしまい、陰線でそして雲の下にまた出てしまった。最悪逆転状態になってしまったということですね。ただまあ、今日明日で年内の受け渡しが終了するので、実質的には28日からは来年分の取引ということになり、タックスロ。スセリング ングの懸念とかもありましたからぼちぼち何かまあ、買われる株とかも出てきてもいいんじゃないかなとは思うんですけどもねどう動くのかしっかりと見ていきたいと思います一方金曜日から動いてはいませんがニューヨークダウを見ていきましょうニューヨークダウ金曜日は0.05%のマイナス陽線をつけましたがちょっと上根がね重たくなってきた印象やマーク D のデッドクロスの懸念なんかはあるかなと思いますね サンド P500 見ていきましょう。ローソク足が十字線というところがちょっと気になります。そして線は近く、デッドクロスが出る可能性は十分にあり得ます。ただ前回は否定されてますからね。今上昇勢いが強いということなんですけども、やっぱり RSI 等では加熱感もありますので注意して見ていきましょう。 ナスタックです。ナスタックに関しましても、プラスなんですけども、こちらは陰線をつけております。ザラバ高値は更新できずというところだったので、ちょっと上値の重たさ意識されるかもしれませんので、そこは注意して見ていきましょう。ただ、ラッセルがね、上にポンと飛び抜けた形、ザラバ高値でも終値ベースでも、まあ、直近の高値は更新してきたという形になっています。今のところ下落しそうな感じではないので、ラッセルが牽引できるかどうかも含めて見ていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、あくまでも個人的に に考える2024年の投資戦略ということで話をしていきましたが今日の話でお伝えしたかったのはね最速で枠を埋めた方がいいっていうのは確かにあるけどもそれよりもね今も大事にしましょう自分に合った投資金額にしましょうねっていうところですねそして NISA の恩恵っていうのは利益確定値のみだし実際に利益確定時の利益の20%のみですからねでいでこで今年のお金にもね少し目を向けるのもすごくいいんじゃないかなと思いますそしして残たたお金を枠を枠増えたニーサで 運用していこうということですね。 で、一括投資も魅力だけども、ボラテリティとかコストとかも上昇するかもしれないので、まあ、そこも含めて王道の投資先がすごくいいんじゃないかって形でした。僕はイデコを優先して今年のお金を節約してその分をニーサで運用し、積み立て投資枠は変わらずに全世界株式や S&P500 などに積み立て投資をする予定であり、そして成長投資枠240万円に関しては、後輩等の個別株狙ってみたいなとは思っているんですけども、まあ、もしいいのがなければ9月頃を 目安に一括買いをする可能性が高いかななんていう風には考えておりますあくまでも統計的なものであり今年もこれがうまくいくなんていう風に思ってないし今年だけでその話をしたいわけではないのでまあ一番確率が高いかなと思っておりますよかったら参考にしてみてくださいでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことん分析するマガジン毎週金曜日更新で分析記事をアップしてます今週はちょっと年末が絡み明日で娘の保育園が終わるのでまあ、明日中には何か記事を書き上げたいなという風に思っておりますがよかったら楽しみに そして、円月速ファイヤー1 2月13日に発売されまして、本当にありがとうございます。で、こちらがですね、投資本予約チャンネルの田崎さんのね、動画で紹介されてますので、こちらも概要欄のリンクをぜひチェックしてみていただきたいなと思います。非常にわかりやすく解説をしてくださいましたし、すごく共感する内容が多かったって言ってくださったことが、とっても僕も嬉しかったですので、ぜひね、チェックしてみてください。それでは今日もこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタンと、また明日以降も このような形で朝7時目標で頑張って更新していきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録をお待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら